溶けて川になって流れていきます。つぶしの子が恥ずかしげに顔を出します。もうすぐ春ですね、ちょっと拾ってみませんか。風が吹いて暖かく傘を運んできました。どこかの子が隣の子を迎えに来ました。もうすぐ春ですね、彼を誘ってみませんか。泣いてばかりいたって幸せは来ないから、弾き語りワンポイントアドバイス。まずこの曲のキーですが、原曲はカポなしで B マイナーから始まっています。ギターの場合 B マイナーから始めると押さえにくいコードが続いてしまいます。ですので歌い出しを B マイナーから A マイナーに変換してやります。2カポをして A マイナーから弾き始めると原曲と同じキーの高さになります。次にコードですけども、特に難しいコードは出てきません。D マイナー、4弦下を弾きます。教則本では、2弦の3フレットを薬指で押さえているパターンが多いですけども、薬指では3フレットのキワをなかなか押さえることができません。小指を使って2弦の3フレットを押さえてみましょう。どうしてもこの D マイナーが苦手な方は、Dm7 で代用されても構いません。4弦下を弾きます。
次にシンコペーション。基本シンコペーションはじゃんじゃかんかじゃかになります。雪が溶けて川になって流れていきます。このじゃんじゃかんかじゃかのシンコペーションがうまくできない方は私の動画のう06の方を参照されてください。基本シンコペーション以外のところを説明します。この曲で E7 が3回出てきます。 E7 のところでズッチャー、ツのところでカットしてチャーと弾きます。カッティングと言いますけども、このカッティングがうまくできない方は私の動画のう09を参照されてください。もしくはチャッチャーと弾きます。重いコート脱いで出かけませんか。 A マイナーでもうすぐ春ですねというフレーズがこの曲は9回出てきます。そのうちの1回目、2回目、4回目、5回目、7回目でチャッチャカチャカと弾きます。もうすぐ春です、チャッチャカチャカ。うまくできない方は基本シンコペーションのジャンジャカンカジャカでも構いません。以上です。Oh,